listening to Shibuya Cross FM. Madoka と渋谷でランデブー。はーい、こんばんは。今夜も始まりました。はい、ローズマドカとミルク吉田とラドです。よろしくお願いします。はい、お願いします。すごい久しぶりな感じが、はい、そうですね、1ヶ月、まあ、ですよね、はい、結構な長さですよね、なんかね、そうですね、すごい久しぶりな感じしますね、ですよね、はい、なんか2、3ヶ月空いた気がする、まあ、それはやっぱりまどかさんが僕たちに会えなくて寂しい思いが、それでしょうね、それでしょうね、それ毎回、はい、実際には1ヶ月しか空いてないのに、空いてないのにっていうことですね、そうですね、だって、はい、ハッピーエンドの時はまたハッピーエンドかと思うわけじゃないですか、マロカさん一生連続じゃないって思ってますよね、なんかあの人たち多い気がするなんでだろう、なんでですかね、特にゆずきさんがなんかすごいいる気がするんですよ、うん、なるほど、わかります、なんかゆずきさんすごい来てる気がするんですけど、なんかね、スタッフさんもすごいうんうんうんって言ってますけど、なるほど、それだけ、なんかあるんですよね、まあいい意味なのか悪い意味なのか、なのかわかんないですけど、はい、それだけインパクト残して帰るということなんですね、はい、いやでも僕ちょっとアーカイブみたいなの見たことあるんですけど、はい、そのハッピーエンドさんの、はい、ゆずきさんマジで喋ってない回ありましたマジで喋ってないかった時やりましたあの喋ってない時もすごいありますね、最近結構喋ってますけど、なるほど、あの、うん、最初の頃多分どうしたらいいか分かんない状態に陥ってたんだろうなっていう、ね、歯茎さん、はい、歯茎さんがね、はい、歯茎さんね、もうね、歯茎さんとあの昔こう女性の合鍵なのかわかんないですけど、鍵をジャラジャラ持ってた持ってた方、男と、はいはいはい、いろいろあれですかね、仕事関係とかで持ってたんですか ね、 ですかね、倉庫の管理とかされてたのかな、ね、なんかね、8個ぐらいなんかこう管理してたみたいですよ、最近はだいぶ倉庫も減ったようですけどね、みたいですね、なんかね、かなり、はい、かなりあの絞られたみたいですよね、一つなのかどうかはわからないですけど、わからないですけどね、私でもそこ謎ですけど確かに、はい、いや、あの、この間ね、はい、うん、あのマイパンさんが、はい、渋谷クロス FM 全員、はい、全員 LINE があるんですけど、はい、グループ LINE があるんですけど、はいはいはい、顔別に顔何言われても平気だしよね、顔そうですよ、2、3日前ですよ、なんですか、はい、あのなんか急にすごい夜中ですよね、朝4時とかもうなんか3時4時ぐらいに、うん、寝てるみたいな LINE が来てで、しかも寝てるの横になんか変なカッコの片方側だけみたいな記号も入っちゃって、はい、打ち間違い感もちょっとあるというかもう酔っ払ってるのか寝ぼけてるのかみたいなね、はい、LINE があのグループ LINE に入ってきて、はい、どうこれね、触れていいもんなのかどうなのかと思って、そうですね、もうベロベロに酔っ払ってましたよ僕は珍しく、はい、20時からの飲み会で、はい、もう22時以降の記憶が一切ないんですよ、もう全くですか、全くないです、これはすごいな、すごいですよ、ね、じゃあ打ったのも記憶なく、打ったのも僕記憶ないです、で次の日見てみたら、見てみたらはい、シメクロスのそうです、ね、グループラインに誰か泊まらせてくれる女の子に連絡しようと思ったんでしょうね、なるほどやだなえ、じゃあそこでもしマドカさんが起きてるって書いたら行ってた可能性があるんですかね家にピンポーンつっていやそんな度胸ないなあ、そうですね、誰に寝てるって起きてるかどうか確かめたかったんだろうと思って、なるほど、誰になのかというね、すごいちょっとニヤニヤしてたんですけど、はいはいはい、はい、いつこれはもう生放送で問い詰めるそうですね、これはねもうね、いや、はい、その一緒に飲んでたって人に聞いてもやっぱり、まあ、はい、もう、はい、だいぶ酔っ払って、はい、はい、なんか顔面を撫で回すように50回ぐらい、はい、殴られた、え、はい、顔面を撫で回すように撫で回すように結局50回ぐらい殴られたっていう証言がありますね、わからないね、はい、怖いですね、お酒ってね、お酒怖いです ね気をつけないとね、気をつけます、すいませんでしたね、はい、そんなね、全然面白いエピソードですけどね、はい、こっちからしたら ね、はい、焦りましたね起きて焦りましたね、はいはいはい、自分で見てみたんですか、はい、あって自分で見ました、はい、
したら遅らさっちゃってた遅らさっちゃってましたね。でもね、自分で送ったのってあれ分かんないですもんね。だって分かんないですよね。そのあの、き、あの、うんうん、メッセージが来てますよみたいなのがつかないじゃないですか。まあそうですね、はい、だからなんとなく見てみたんですか。そうですね、あ、まあ、なかなかの僕おいたするんで、うん、あの酔っ払ってツイッターやってでつぶやいちゃったりとか、はい、LINE いろんな人に送っちゃったりとか、うんうん、なかなかするんで、目覚めてすぐ見てみて全部チェックしました、はい、何個ぐらいやらかしてました。8個ぐらい。8個、あれ1個じゃないです、全然。すいません、なおさん、はい、8個、うちだけじゃない、はい、グループ LINE だけじゃないんですね、はい、すごいですね。やらかしてます。だいぶやらかしますね。誰か起きてた人はいたの？いたんですか？いました。喋ってますけど、うん、全然それも覚えてないですね。なるほど。通話記録は残ってます。電話とかもして、はいはい、全然覚えてないですね。うわー、怖い、引くわ。それで連絡来た側もちょっと嫌ですよね、次の日ね。そうですね、嫌でしょう、ね、夜中にね、なんだみたいな。まあ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 、なるほどな。なんか失敗談あります、お酒での。いや、若い頃にあるはありますけど、うん、でも記憶を完全になくしたことはないですね、はい、うん、でもなんか、うんうんうん、やっぱりなんかベロベロに酔っ払ってて、はい、千円札をくしゃくしゃに丸めてポケット入れてたみたいで、うん、ジーパンので、そのまま多分寝ちゃってて、はい、家 で、はい、で起きたら、そのくしゃくしゃ度合いが多分酔っ払ってると力とかも強くなるから、もう加減がおかしくなりますよね。パチンコ玉ぐらいのサイズに千円札になってます。本当ですか？はい、そんなに。なんだこれって思ったら、あ、千円札だ。そんなちっちゃくできます？ギャッてなってましたね。すごい、ギャッて握り、くしゃくしゃで、どんだけ握りつぶしたんだろうみたいな。すごいですね。なんでしょうね、あれはね。なんなんですかね、バカ力。あんまりないですね、酒は。そうですね、あんまり。たまにやらかすんで、なんかね、噂ではっていうのもあれなんですよ、はい、僕がなぜ飲みすぎてしまったか、はい、その前日にですね、はい、吉田奈央さんが、はい、あの R1 グランプリっていうピン芸人の日本一を決める大会があるんですよ、はい、それの今、はい、上位39名に残ってるんですよ。そうなんです。準決勝に私残りまして。すごいすごいでしょ。そうなんですよ。すごい。39人まで来たんですよ、すごいですね、はいはい、全然知らなかったですし。1位になれば500万もらえますから。で決勝もね、12人ってちょっと枠も39人から12人で、はいはい、広いですから。そうなんですよ、これだから僕は一切出てないんですよ、全然関係ないんですよ、はい、そのネタにも関わってないですし、はいはい、で、まあ、別に嬉しかったんですけど、うん、はい、これ、はい、吉田直だけ決勝に行って売れちゃったら。そうですよね、ピンで売れちゃったらってありますよね。まずいことになるぞという嬉しさと焦りと、なんかもどかしい感じがね、そう、もう複雑な感じになっちゃって、はいはいはい、22時から記憶がないんです、僕は。そういうことか。それもあるんですよ。はい、なんかいろんなこう複雑な気持ちがそこに現れちゃったんですね、はいはい。いや、僕正直それ、はい、その準決勝行った次の日ぐらいだよね、うん、あれ次の日ですね、はい、そのなんかオーディションかなんかでその昼間一緒だったんですけど、はい、ちょっとこの後ちょっとなんか飲みに行くっつって聞いてたんで、うん、正直僕は心配してた、うん、これはまずいことになる可能性あるぞと。大丈夫かなと、はい、別にその、うん、ね、まあ、ネガティブな気持ちだけじゃないけど、うん、僕も逆の立場だったら多分いろんな思いで、まあね、ちょっと、まあね、はい、もね、なりますよね、はい、嬉しさもあるけど、はい、いや嬉しさの方がでかいんですよ、はい、どっちかっつうと、うんうんうん、はい、でもそうなんですよ。そっかそっか、それがあって危惧してましたけどね、はい、絶対決勝行くなって思ってます、ね、もう行くなよ、はい、どっかでもし決勝とか行ったら、はい、どっか夜中にまた LINE が来るんじゃないですか。もう8個どころかね、80人ぐらいに送ってるでしょうね、はい、きっとね、はい、もうね、はい、怖いです、まあまあ、決勝楽しみに、はい、いや楽しみは楽しみ、楽しみにね、またね、はい、グループ LINE にあの来るのかどうか、寝てる、起きてる、寝てるっていうのがいっぱい来るかもしれない、そうですね、はい、おいたさせましょう。まあ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 、まあ、いやでもまだ ね、準決勝も敗者復活もありますね、はいはい、まあ、楽しみですね。ダメだったとしても敗者復活もあるんで、決勝行けなくても、はい、敗者復活っていうのがあるんで、じゃあなんかそのそっちにもかけれますね、はい、2月28日の火曜日、うん、19時からなんですけど、うん、はい、一応テレビに多分ちょっとは少なくとも、次の、次のからですか、
今準決勝まで準決勝が次あるんですけど、はい、そこで決勝行けばもちろんテレビ出るんですけど、はい、行けなかった、はい、そこで敗退した人たちだけで、はい、決勝戦の昼間に敗者復活戦っていうのをやるんですよ、はい、そこから3組決勝行けるんですよ、はい、でそれが本番中に外にこう集められて、はい、敗者復活の待ってる皆さんですみたいなのが多分あるはずなんで、少なくともそこには映れる、映るはずですね。はい、いろいろ楽しみにしておきます、はい、見てください、皆さん見てください、はい、よろしくお願いします、はい、では本日の1曲目聴いてください。まどかでアンブラスモア。まどかでアンブラスモア聞いていただきました。はい、ありがとうございます。それでは本日のゲストをご紹介いたします、はい、ソプラノ歌手の川島由美さんです。お願いします。はい、ね、あの実は川島さんが、はい、あの以前私あの知り合いの、おばさまっていうんですかね、奥様っていうんですかね、奥様の、お誕生日会でご一緒させていただいて、 でそのきっかけでちょっとライブも来ていただいて、なるほど、私も見に行かせていただいたりして、はい、またね全然ジャンルがね違いますもんね。そうですね、はい、そうですね、ソプラノ歌手の方とこうご一緒するってなかなかないので、いこの渋谷クロスでも初ですよね、多分それは嬉しいです。はい、嬉、はい、しい、ありがとうございます、ね、今日生演奏も聴かせていただけるということで、すごく、はい、緊張してますけど、いやいやいや、そうですね、リラックスしていただいて、もういつも通りに、はい、はい、ではですね、プロフィールを
ご紹介したいと思います。紹介させていただきます、はい、川島由美さん、千葉県千葉市生まれ、日本大学芸術学部音楽学科声楽科に入学し、クラシックの歌唱法を学び、卒業後フリーでミュージカル、オペラなど舞台や合唱、コンサートにて活動。低音から高音まで叙情的な豊かな響きの声で、世界の歌、オペラ、マリアからポップス、ジャズ、ダンスナンバーまで幅広く歌いこなすソプラ歌手の川島由美さんです。よろしくお願いします。はい、はい、ねえ、すごいですよね、やっぱその、はい、ヘブンアーティスト。そうなんですよ、東京の方にヘブンアーティストさんなので、もうあの路上でも、はいはい、そう弾き語り、結構あちこち、そうですね、基本的には都内の、東京都の公演なので、はい、都内の、上野公園とか、はい、新宿の駅などで演奏するんですけれど、はい、各地の、町おこしのフェスティバルのようなものにも呼ばれるようになって、あの商店街のところで演奏、はい、大道芸の方と一緒に、はい、普通そのね、ヘブンアーティストってやっぱ大道芸の方のイメージが強いんですけど、そうですね、路上でソプラノたちの方でも見たことないですけど、ソプラノで、弾き語りで一人でやってるのは私だけだと思います。初めてお聞きというか、あの知った感じですね。他ポップスの方とか、なんかね、こうちょっとジャズの方とかいますけど、ね、なかなか、いや、すごいですね、全然イメージが湧かないですよね、路上でソプラノを歌ってる人って見たことがないですから。そうなんですね、皆さんもそう思うみたいで、はい、こう歩いてきて、止まるんですよ。そのまま、で、なんか、えみたいに、それとか、はい、で口パクとか、口パクだと思うらしくて、目の前に来て、はいはいはい、口パクとか言われて、あー、ね、違う、違う、あー、違うよとか言ってやるんですけど、やっぱり外でソプラノ歌ってるっていう、これないみたいで、やっぱり皆さん、だから最初、なんなの、なんでやってるのとか、あとやめなさいとかいう人がいて、こんなところでもダメ、ホールでやりなさいとか、そっちのここではもう、もったいないわよみたいな、なんかここはやめときなさいみたいな、いろんな人がいる、弾きながらってことですか。そうですね、もともとはまあ弾き語りが専門じゃないんですけれど、まあ、一応外で路上でやるにあたって、まあ、一番一人でこう完結できるのが、まあ、一番便利かなということがあって、そうですよね、それでまあ弾き語りの形でやるようになったんですね。ね、すごい、またね、すごい美しい歌声なので、はい、もうね、いつもこう、 うっとり聴かせていただいてるんですけど、じゃあですね、あの由美さんの、動画はい、があるそうなので、はい、そちらをご覧いただきたいと思います。私があの劇団かかし座という、はい、あの影絵の専門劇団の歌唱指導をしているんですが、はい、そことコラボした作品ですので、はい、ぜひご覧ください。はいはい、ではご覧ください、母よ。ちょっと、はい、はい、はい、少々お待ちくださいですね。こちらの楽曲はオリジナル曲になるんですか、母よは。はい、私の、はい、知人の、まあ、大先輩のジャズのピアニストさんが、はい、作曲して、作詞は一般の方なんです。はい、一般男性の方が、で、まあ、介護を、はい、お母さんを介護している、はい、友人がいて、はい、そのことを見て、はい、その歌詞が浮かんだらしいんですね。で、一応コンセプトは介護をしている人って今多いんですけれど、うんうん、その方をまあ励ますという意味で、うんうん、作られた歌なんですけれども、はい、そうですね、今ね、結構いろいろそういうね、こう大変な方も多いと思うので、そうですね、こういいメッセージを受け取っていただけたらと、ね、はい、じゃあ準備ができたそうなので、はい、はいはい、ではご覧ください、母よ。私を翼で守り育て続けた人、時には
川島由美さんで母よご覧いただきました。素敵ですね、はい、またねこう時間で一気に入る感じがしますね、うん、由美さんの美しい、ね、歌声と、はい、あの影絵がまたねすごくマッチしてすごい素敵な、なんかこう暖かくなりますね。そうですね、うん、あの影絵はやっぱりこう想像力をすごくなんていうのかな、うん、かきたてられる、うんうんうん、ものかなと思いますね。こう生歌とその絵とっていいですね、うん、なんか両方生でってことですね。そうですね、はい、この時は、うん、あの初めての試みというか、うん、普段はねやはりなかなか両方生っていうことはないんですけれども、うん、BGM を流してっていうのはあっても、うん、そうですね、はい、いやあ贅沢ですね。贅沢ですよ、はあ、ねいいです。ありがとうございます。ご一緒にこう一緒に公演されることも多いんですか？はい、私は基本的にはあのこの劇団の歌唱指導で先生として、はい、あれなんですけれども、はい、あの一緒にこうやらせていただいたり、うんうん、あのこの3月の末もですね、はい、かかし座が、新作の公演を池袋のあるスポットでしまして、はいはい、で今回は私は歌わないんですが、はい、あの和楽器の生演奏で、1日初日だけはですね、はい、和楽器の生演奏でお届けするというふうに聞いておりますので、
3月29日からですね、はい、29、30、31と、はいはい、3days、はいはい、アウルスポットという会場で行われるそうなので、はい、詳しくはかかし座のホームページの方アクセスしていただけると詳しい内容載ってますのでチェックしてみてください。よろしくお願いします。じゃあですね、ちょっとユミさんのいろいろね、はい、お聞きしたいことがいっぱいあるんですけど、はい、あのフェイスブックなどを拝見させていただいてて、はいはいはい、いつもこういうね、こう今こういうおしとやかなイメージじゃないですか、はいですね、はい、実はバリバリバイクのバイクを乗られる方で、そのきっかけがね、なぜこうバイクを行こうと思ったんだろうと思って、すごいかっこいいんですよ、こう革ジャンを着て、え、そのいわゆるこう、はい、アメリカンな、そうですね、はい、今はアメリカン乗ってます。いや全然イメージが少ないですね。ハーレーはね、あの友達のあの写真撮影だけ。まだハーレー、あのハーレーはあの、はい、持ってないんですけれども、はい。ですね。なんかきっかけってあったんですか？こうバイク行こうって。あの私はね、実はあの、うん、もう10年前にですね、あの大学生だった時に、うん、あのオートバイのまあ魅力に取りつかれてしまって、あの日本大学の芸術学部の音楽学科に行ってたんですけれども、はい、オートバイの免許を取得して、うん、まあ、これも話すと長いんですが、実は当時付き合ってた彼がバイク乗りで後ろに乗ってたんですね。なるほど。だから転んだんです彼が。それでもうザーって怪我して、まあ擦り傷程度だったんですけど、でもこれはとても人の後ろは乗らないと。なるほど、ね、まあ、自分で撮るしかないということで、はいはい、みんなに普通だったらそこでやめるだろうって言われてるんですけど、いや、そうですね、私はいやいや、もう自分で撮ればいいと思ったんですよね、なぜか。それで撮りに行って、もう大学の時はだからもう、あまり大きな声では言えませんけれど、バイトしてはバイク旅、バイトしてはバイク旅で、たまに歌みたいな一番遠くだとどこら辺まで行かれました？九州ですね。鹿児島から、東京からですね。バイクだけ、はい、それはすごい。いやいや、もう時間がね、学生の時もあるし、いやすごいですね。音楽学科とか通ってる方でバイク乗ってる人なんて聞いたことないですよね。なんかこうしっとりとしたイメージなので、すごいギャップがあって、まあ元々ね、割とあの運動神経のがいいんですね、音楽よりも。ずっとあの割と運動一家で育ったので、あのそれもあるのと、はい、車も割と運転が好きだから、こう運転向いてるんじゃないですかね。そうね、はい、いいですよね、女性でバイカーってかっこいいですよね。やっぱ女性のね、あのライダースとかもかっこいいじゃないですか。そうなんですよ。うん、どうなんでしょうかね、乗ってる本人はそんな感じでもないんですけど、あのこうヘルメットをかぶって、はい、なんて言うんでしょう、やっぱりいつもいろんな音楽とかを聴いてると、うんうん、いつもね、なんていうのかな、音楽を割とこう、うん、理屈で聴いちゃうとこがあるんですよ。あ、今の音はこうか、こうかなとか、まあ、例えば最近だと、うんうん、あの発声法はどうなのとかみたいに、うんうん、でオートバイに乗るとそういう音から一切遮断されるので、まあ、もちろんそのいろんなバイクの音とか、うんうん、あの喧騒は聞こえるんですけれど、うん、集中力がまた違うんですね、普段と、うん、それでなんかこうすごくこう気分が高揚するっていうか、うん、ちょっと一種独特のオートバイの楽しさがあるんですね。またこういい意味で現実逃避というか、またこう違う空間に行けるんでしょうね。そうなんです。それででもまあ結局いくつまで乗ったか忘れましたけど、うん、ある程度で、もうバイクは手放してしまっていて、はい、もうずっと乗ってなかったんです、はい、で去年、はい、あのもう何十年ぶりに、うん、あの久しぶりに乗り始めたんです、はい、それでその頃多分まどかさんとも、はい、一緒になったので、でね、はい、多分ライダーの印象が強い、はい、そうなんですよ。それまではもう一切、うん、もう誰もほとんど知らないと思います。だからそうなんですね、はい、あーすごい。じゃあその乗ってなかった期間に知り合った方とかは、あ、知らない、突然バイクに乗り出したと思ってるんですね。そうです、そうです、そうなんです。だからあの歌のファンの人は、はい、今知っちゃったかなみたいな。なるほど、今実は内緒にしてまだ内緒にしているので。いいギャップですけどね。そうですか、よりファンの方が、ね、いますけどね、嬉しくなると言いますかね。それだといいんですけどね。なんかやっぱ憧れますよね。あの同性からしてもそうだと思うんですけど、特に異性は
なんかこう女性がバイクっていうのってなんかね、ときめく。そうです。いや、かっこいいまどかちゃんの乗ったらいいさっきから進めてるんですけど、確かになんかなんかぴったりな感じで、はい、乗りそうですね。乗りそうでしょ。こうね、革ジャン着てライダース着てね、フルフェイスの姿みたいやつですね。昔のよく映画とかにあったやつですね。やっぱフルフェイスがいいですね。パサってやつ絶対似合いそう。全然関係ないけど、僕ら昨日あのフルフェイスかぶって自転車乗ってる人もいました。全然関係ないですけど、昨日ね、昨日朝の4時ぐらいにフルフェイスヘルメットかぶって、それだったらちっちゃい自転車、折りたたみ自転車、折りたたみ自転車ちっちゃいですよ。コントみたいですよね。練習してたんじゃないですか。練習かもしれない。いやー、それ面白いな。いいですね、なんかね、そういうね、また素敵な趣味もね持ってらっしゃる方なんですが、もう趣味がね、ないんですよね、結局音楽を仕事にしちゃってるので、結局いつも練習か仕事か練習か仕事かみたいな感じなので、本当に久しぶりに趣味ができた感じ。いいですね、気分転換にもねなりますしね。気をつけて乗ります。そうですね、気をつけて、本当気をつけて乗っていただいてね。じゃあここでですね、ユミさんの生演奏を聴かせていただけるということで、じゃあちょっと準備に入っていただいて、じゃあその間にちょっと私たちもお話をしつつ、いやでもすごいですね。生演奏ありますけどね、ソプラノの方は初めてですか。そうですね、変な話、僕なんてそのソプラノ歌手の方の生声を至近距離で聞くことなんて、それこそホールとかコンサート会場でしか聞けない。小さい頃になんかそういう童謡とか歌コンサートみたいなとか以来ぐらいかもしれないですね。なかなかね、貴重な。はい、またね、こういうサテライトスタジオで演奏していただくっていうのもなかなかないですもんね。そうですよね。じゃあ準備大丈夫ですか。大丈夫です。はい、じゃあなんていう楽曲を。はい、はい、それでは、はい、日本の、はい、歌で花の街という春の歌をお届けします。七色路上でも、はい、なんだってなりますね。びっくりしますよね。はい、いや緊張した。緊張した。いやでも一気に
空間が変わりますね。いやそうですね。なんか路上の良さってあって、うん、なんて言うんでしょう、うん、もうここから始まるとかないんですよね。もう自分のなんかそれこそオートバイに似てて、うん、なんかここからスタートって自分で決めて、はい、でいつの間にその空間と一体化するみたいな、それがなんかこう路上の良さなんですよね。で今なんかみんなが見てるから緊張した最初からがっつり見てる状態から そう見てるいやすいません近い距離でいやいやそうですよね。ありがとうございました。いやいやありがとうございました。いいですね、こう 春らしい、はい、もうすぐ春ですからね、なんかそれにこう合う、またやっぱりあの声量の強さがやっぱ全然違いますよね。それこそ相当マイク離れてましたもんね今もうマイクいらないんじゃないかっていうぐらい、 いやそうですよね。素晴らしい歌声をありがとうございました。で迫力あるのに、うん、BGM としてもなんか聴けるというか、なんていうか素晴らしい、ありがとうございます。すごいですね。あの一応ね、あのコンセプトとして、はい、特に路上で歌うときは、はい、まあ癒しになるように、うん、あの歌ってるつもりなんですね、うん、なんかこう聞けっていうことよりは、うん、皆さんがなんかこうあれ何っていう感じで、うん、ちょっと心がちょっと安らぐとか、うん、主にですね上野公園と、うん、あと大江戸線の新宿西口駅っていう、うん、はい、大江戸線の場合は新宿西口駅のもう改札口中が入ったところしてるんですけど、はいはいはい、特にその駅はもう仕事の方とか、うん、あるいはまあ今だとちょっとこう病院のお見舞い帰りとかいう方がほんのひととき聞けてよかったわみたいな、なのであのすごく今嬉しいことを言ってくださったんです。 ありがとうございました。自己主張がねなんかそうです、そのいわゆる空間というかマッチするという、するというそのいわゆるマッチ、その歩いてる人が、うん、その要はそのBGM があることで映画のワンシーンのようになるというかね、そうですね、なんかこうちょっとふわっとした気持ちになれるというか、いやーなっていただけると嬉しいです。もう今なりましたね。いやでも素敵、いやでもその西口、新宿西口駅とか地下のとこってことですよね、うん、はい、そうです。とてつもなく響きますよね。あ、ね、そうですね、うん、響きます。新宿西口駅はあの駅の構内なので、はい、なんかちょっとしたホールよりも、うん、あのいいとか言う人がいて、響きが、いやそうですよね、そこで聞いてみたいそれもどうよって思うんですけどそれもあれみたいと思うんですけど、はい、いやー、はい、ですね、またレパートリーがすごいですよね。この先ほどリストをいただいた路上の時にこれを、うん、はい、お配りして、お配りしてでこうリクエストを、はい、されたらそれを歌っていただける、はい、そういう、多分こともしています。200曲ぐらいあるんじゃないですか。そうなんですね。結構あのカメラじゃ抑えれないぐらいの小さい文字で、結構ジャンルも、あの歌謡曲からミュージカルソングもあれば、あの民謡っていうんですか、うん、世界のね、はい、一応世界の愛称歌って、まあ、もちろん日本の曲プラス世界の愛称歌で皆さんに親しまれてる曲というんでしょうかね、うんうん、あと映画音楽とかもありますしね、はい、すごいレパートリーですね。いえいえ、もう曲ぐらい、僕人生で多分200曲も歌ったことない気がするんですよね人生、はい、200種類の曲も、まだ人生短いから、いやいやいや私長いから、いやいすごい、これお客さんびっくりするでしょう ね、これ どれでもいいんですかってなりますよね。そうなんです ね、そうびっくり、そうですね、びっくりして意外と選べなかったりするみたいな、確かにあっという間に取られて迷っちゃいますよね。2、30曲ぐらいだったのがあれですけど、これだけあるとどうしようどうしようっていう ね、まあ弾き語りなので本当にこう自分のテンポっていうのかな、うん、自分の解釈でこう 歌える曲なんですね、うんうん、もともと弾き語りじゃないんですけれども、うん、一応野外演奏だけは、うん、まあ、そういう自由度っていうんですか、うん、あとお客さんがやっぱり一人でやってる方がお客さんも緊張しない、うん、お客さん大体一人なんで、うん、こちらがたくさんいるとちょっと緊張がありますよね。私ももう本当に一人でと、うん、こうお客さんもこうリラックスできるかなっていうところが、まあ、やり始めてね、うん、分かったことですけど、立ち止まってこう聞きやすいっていうのはありますよね。そうですね、コミュニケーション取りながら、ね、いや、すごい、たまにないんですか、この何々お願いしますって、あれどんなだっけなみたいな、あるある、それにあの、はいって言って、はい、弾く
弾くと違う曲の、はい、あ、なるほど、あれって違う曲の前奏弾いちゃって今から自分が何歌うか分からなくなる時ってあるんですよ。ちょっとこう似てるのもありますしね、イントロが。で、あのこうなんて言ったらいいのかな、こうリクエストを受けたりこう喋るのと、うん、はい歌いますっていうその脳みそが違うみたいで、こう混乱しちゃうんですよね。でお客さんがこう例えば次々出る時があるんですよ、うん、次々もうね一切覚えらんないんです。もう一曲歌うと次の忘れちゃって、うん、集中するとそうですよね。なんかそういう時でたまに弾いててあれおかしいなって時はあるんです、うん、でもこれ、あ、これだった。強い強い左強くましたね。ごめんね、私ね実はねバイク乗る前はね、はい、円盤投げの選手だった。何ですかそれ、円盤投げ。だけどちょっと出ちゃったこれ。いや、はい、円盤投げとかすごいですね。高校まで陸上やっててね、砲丸円盤投げ、円盤では千葉県3番までなった。それハンマー、それハンマー、ね、円盤っていうのはこのぐらいのやつをバーッと投げる、はい、私円盤投げやってたっていう女性と初めてお会いしました。いますって、います言わないだけ、言わないだけ。ちょっと出ちゃったこれ。ちょっといわゆるキャラが乗りすぎてやつですね。たまに出ちゃうんですよ。だから歌ってる時もみたいな、なんかバンって自分で後で動画見て、これはない、これはないなみたいな。すごいですね。深いですね。いやすごい。でもそのやっぱこう鍛えられた体力がやっぱ声量にも結構つながったりしますよね、うん、なんか最近になってそのやっぱり円盤とか、うん、まあ、スポーツって何でもそうですけど、まあ、体のこう軸を取る、うんはい、あれと歌の軸っていうのがすごく似ていて、うん、一緒で、うん、いや、まあ、バイクもなんですけど、うん、ブレると転んじゃうので、うん、やっぱり軸です ね、こういい人間は軸、軸が大事。はい、ね、だからあれなんですかね、お相撲さんって結構歌を上手な方多いじゃないですか。あ、そうですね、はい、やっぱり四股踏みだね、うん、四股踏みで上手くなってるのかもしれない。鍛えよう。みんなで四股踏みで、みんなで四股踏みで、そうだって、1回か2回回って投げますよね。そうです、そうです、はい、そうね、ターンがあってね、ターンのこうね、ま、回る力も結構使いますもんね。そうね、もう忘れちゃったね、だいぶ前だから。いやー、今投げてる姿が見たいですね。やっちゃう、またやっちゃう、バイクに継いで競技場に到着して投げて、で歌うっていう。これはすごいですよ。聞いたことないトライアスロンみたいな。新種のトライアスロン、はい、多分世界でダントツ1位ですよ。そうね、この3種目の競技、ギネス狙うかな。いいかもしれないですよ。いやーすごい、いやどんどん魅了されていった私は。今日はなんか、ね、いつも言わないことを言ってしまいましたね。いやいやいや、ありがとうございます、ね、素敵な、ね、こう魅力を、ね、掘り出させていただいて、はい、じゃあよりね、あのユミさんの心理をね、はい、ちょっと暴いていきたいなと思うので、心理テストコーナーに行きたいと思います。はい、じゃあちょっと今ね、質問出しますね。はい、はい、皆さん参加でね、はい、全員参加で質問に答えるの。そうです、はい、そうです。あ、どうしよう、まあ、4択の中から答えるみたいな感じなんですけど、いきますね。じゃあマナー違反の心理テストです、はい、映画館で映画を見ているあなた、とてもいいシーンの時にどこかで携帯が鳴り響きました。音に反応し睨みながら振り向いたあなた、その携帯の持ち主はどんな人ですか。4択です。 A チャラい高校生、 B 自分よりも綺麗で若い女性、 C 眉間にシワを寄せたおばあちゃん、 D 小汚いおじさん。映画館で、はい、決まりました。はい、私も決まりました。決まりました。はい、したあ、じゃあ D、 D、小汚いおじさん。はい、はい、私も D ですね。あ、D、あ、はい、はい、僕おばちゃん、C、あ、C ですかね。はい、私も C ですね、おばちゃん。はい、じゃあこれは何がわかるかと言いますと、はい、答えでわかる恋人の許せない行動が何かがわかります。ああ、何何、はい、はい、じ
じゃあ A からいきますね。 A のチャラい高校生を選んだ方は、はい、大人げない行動、自分よりも若く生意気に感じるチャラい高校生。 A を選んだあなたは大人げない行動が許せないと思っているのでしょう、虫の居所が悪いのか、デート中に急に不機嫌になったり文句ばっかり言う相手の態度にイラッとしちゃいます、ランチ中これまずいと食事の感想を大声で言われた時には、うん、早く一人で帰りたいと思ってしまうでしょうっていうね。まあ、ちょっとこうね、食事の文句とか言われるとね、まあ確かにそれも嫌ですね。嫌ですよね。まあ、そうなんですね。選んでないけど嫌ですけど、まあまあまあ、それが一番ではないと。一番じゃないですね。じゃあ次 B いきますよ、はい、B の自分より綺麗で若い女性を選んだ人はあざとい行動、若くて綺麗な女性はチヤホヤされやすく自分の見せ方をよく分かっています。そんな B を選んだあなたはあざとい行動が許せない人。いつも甘えてはあなたに奢らせたり、無邪気にわがままを言ったり、さらには、異性受けのいい写真を SNS にアップするなどわざと嫉妬させるような行動を取っている相手にムカムカしてしまうでしょう。なるほど、全然許せる。許せるんですか？全然あざといはあんまない。全然ない。そういう彼女だったら許せるってこと？全然許せます。あ、まあ可愛いな。じゃあ私ちょっとチャラチャラ乗せてるかも。あら、可愛くない。そう、もうあのね、あ、結構みんな綺麗ですねとか言ってくれるんですけど、はい、綺麗なのしか乗せないに決まってるじゃないですか。もう100枚取って90枚ぐらい捨ててる。当たり前ですよ。当たり前。すごい選んでるじゃないですか。そう、これこれみたいな。奇跡のやつしかない。いやそんな意外とその女性の好き嫌いじゃないです。よかったよかったよかった。女性同士でちょっとそれなんか嫌っていくと思いますけど。だから同性の方がちょっとそこは嫌だなって思うかもしれないね。自分はやっててもね。はい、じゃあですね、 C の眉間にシワを寄せたおばちゃん、私と奈緒さんが選んだ、はい、これはですね、ズーズーしく自己中な行動、自己中心的でズーズーしさがあるおばちゃん。 C を選んだあなたは恋人のズーズーしく自己中な行動が許せないと思っています。デートはいつも相手の好きなところ、ランチも相手の好きなものばかり、自分の好きなところにはなかなか連れてってもらえないなど、相手主体のお付き合いに不満ばかり溜まってしまうでしょうって。そういう相手だとね、自己中の人だと嫌だっていうことですね、いきなりね、車道の真ん中堂々と歩き出したら嫌ですもんね。むしろ面白いですよね。そういう自己中。いや嫌ですけど、嫌ですけど、ちょっと自己中の意味がちょっと違っちゃうね。どういう人ですか、それ。実体験ある。いたんですか。いたの。まあ、それはちょっとまあ事務所の方としていきたいどういうスターですからね。いや、まあ嫌ですよね。まあ、そうな、はい、自己中、ちゃんと、ね、確かに嫌かも。相手の気持ちもね、考えてほしいなっていうね、はい、じゃあ最後ね、 D、小汚いおじさんを選んだ方はですね、だらしない行動、身だしなみが乱れ、近づけばほんのり加齢臭も漂ってきそうなおじさん D を選んだあなたは、はい、恋人のだらしない行動が許せません。いつもきちんとしていてほしいと思っています。食事のこう仕方やヨレヨレの洋服を見るたびにげんなり、注意しても治らなければ別れも考えてしまうでしょうっていうね。なんかいっぱいいるんですけど、周りに。そういう人がいっぱい。思い当たる節がありますか？いっぱいいらっしゃる。はい。まあね、こう身だしなみとか、あとこう食事のマナーとかね。それは確かに。どうですか、男性からすると。まあ嫌は嫌ですけどね、まあ綺麗にしててほしいなという気持ちはすごいありますけどね、その、いくつになってもというか、まあ、そうですね、気持ちはもちろんありますけど、穴の開いた靴下とかね。いや、でも確かに確かに、はい、それなんかね、すごい嫌派ってことでしょ。確かにすごい嫌。俺そこまでじゃないですね、多分。あ、そうなんですね。いや、嫌ですけど、嫌ですけどね。靴下脱ぎっぱなしにしてあったりとか、めっちゃ嫌ですわ。嫌だね、嫌だ、嫌だ。自分はいいのに、自分はいいのに、相手に対してすごい思ってしまいます。それ、男性女性でやっぱあるかもですね。だから、なんかこう、女だとね、こう女性なのにっていうのはあるけど、ね、男の人だがやってると、まあしょうがないなみたいな、なんかところちょっとありますよね。なんかね、あれ、なんででも靴下ってみんな脱ぎっぱなしにするんだろうね。なんででしょうね。入れればいい。絶対僕ここに入れますけどね。なんでだろう、なんでだろう。あれすごい、まあ、未だに不思議な。なんだ、まあそのまたすぐ履くって思ってるんですかね。履かない。
一回脱いだ、一回ね、使えちゃうの？いや、僕は履かないね。でも僕、はい、でも僕たまにあるんですよ、その、はい、なんか昼間なんか例えばちょっとバイトとか行って、はい、帰ってきて、はい、1時間後にまたライブに行くみたいな時は、はい、脱いでまた履くことはたまにあるんですよ。そういうのはね、普通脱がないもんね。そうかもね。私たちは、はいはい、あれなんで男子は脱ぐんだろうね。あれ蒸れるからですよ。そんな簡単に脱がない、簡単には脱がない。本当その1時間1日1回しか脱がない。何時間とかだったらね、あれですけど、そう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 、1時間ぐらいだったらもうそのまま行って、そう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 、1時間脱ぎますね。あと脱ぎますね。一回帰らないかもですね、 1時間ぐらいの空きだったら、うん、そうね、もうちょっとブラッとしてお茶して次の場所にみたいな感じなんですね、うん、脱いだ方が面倒くさいね、うんうん、確かに、ね、確かに、まあね、なんか着るものもいっぱいありますしね、なんかね、女性は、そうね、そうですよね、そうね、はい、まあ、ね、歌ってたかもしれませ ん, ません、ね、はい、じゃあそんな感じで、はい、もうそろそろね、お別れのお時間なんですが、はい、由美さんが、今度4月21日に、はい、はい、こちらは単独ライブになるんですかね、オールリクエストコンサートです、はい、はい、もう本当リクエスト曲をいっぱい歌ってくださる、そうなんです、はい、これちょっと変わったコンサートで、はい、普通のコンサートホールでやるんですが、はいはい、お客様にリクエスト票を配って、はい、はいはい、すごいそれ手を挙げていただいてっていう、ちょっとお祭り企画なんですね、はい、で和光大、はい、そうです、はい、ピアニストさんも今回はいるパターンでやります、はい、で和光大学ポプリホール、はい、小田急線の鶴川駅っていう駅のすぐ目の前にあります。じゃあこちらはホームページとか検索していただくと詳細が、はいはい、載ってます、はい、じゃあぜひね、皆さんチェックして遊びに行かれていただきたいと思います。ではね、もう本当お別れのお時間になってしまって、はい、本日もありがとうございました。ありがとうございました。またぜひ遊びに来てください。はい、はい、本日のゲストはソプラノ歌手の川島由美さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。最後あっちかな。